ロシナンテチャンネル。1億2000万の三国志ファンの皆さん、こんにちは。ロシナンテです。関東の戦い信長編、続きをやっていきましょう。前回は、次春ですかね、攻略を、ができました。その後内政整えていたんですが、ちょっと大きな出来事が2つありました。1つは曹操軍がこの西凉の馬頭をですね滅ぼした時に、なぜか、在野で、ここかな、馬超、馬運力、馬球が、流れてきたんで、これ登用しておきました。でこの3人で高陵を守ってもらおうかなと思って高陵に配置しています。あとはですね、この盧溝からのこの合肥の小競り合いですね、小競り合いで、なんとですね、ここかな、なんと太子寺を、捕獲することができて登用できましたので、太子寺に勝敗守ってもらっています。はい、で、信長たちはここですね、ここで炎将軍がね、あのアホみたいにちょっかい出してくるんで、ここの撃退をしています。で今日はとりあえずこの寿春に、いる、剣士、関羽、張飛で、勝者の陳頭で盧溝をとりあえず落としちゃおうかなと思ってます。小競り合いが本当うざいん で、ここ落とせば、序南からはあんまり攻撃してこないんで、とりあえず孫権軍の動きをある程度封じられるんじゃないかなと思っていますので、ここの攻略に行きましょう。ということで早速行きましょう。謙信、関羽、張飛、陳頭、この4人で行きます。まあとりあえずみんな4人でいいかな。これで陳頭は、勝者、まあ9000オールでいきますか。ここ取ってこれ壊しますか。だね、盧溝の兵はそんなに多くないんですけど、効果ですよね、効果が兵数が多いんで、ちょっと流氷軍頑張ってくんないかな。これはちゃんと攻略できるかな。じゃあこれでいってみましょう。さあガンガン走れ、ガンガン走れ。剣業も2万いるんですよね。ご報告いたします。趙雲が来てやがる。趙雲はこれ多分ね、これ仮想を取って、ここ取って帰ると思うんで、一旦無視しましょう。でこっちが準右傾に上陸された。じゃあ普通に倒します。毛利元就は後ろから眼光すると。よし、じゃあこれでいきましょう。あー、なんかいっぱい出てきたな、城南。もううざったいっすねこいつら、本当に。これはちょっと平坦切りでなんとか頑張る。全軍できやがったな、こちらをご覧ください。そしたらこいつらは普通に前に出るんで、陳頭がこの陣地を壊していく。一切承知。めっちゃ援軍来てますね。賞金と、あ、そうでもない、そこまででもない。出たのかこれ、出たっぽいっすね。どこ行くんだろう。コート、あ、これ高陵に来てますね。バカですね。これは盧溝チャンスなんで引きたくないから、勝敗から、太子寺を奉仕で走らせましょう。これで走らせて援軍に行って、最悪馬長たちを樹種持ってって守ります。いやー、めっちゃ出てきたな。しかし
ここぞとばかりに出てきましたね。上はどうとでもなる。うん、じゃあこれでいきますか。とりあえず報酬を上げて、じゃあこれでいきましょう。なんとしてもちょっとロコは落とします。強攻策ですけどね、本当は引いた方がいいんだろうけど、まあちょっと爆地ですね。さあ走れ走れ。お、純慶捕まえましたね。純慶は投与できるかな。あ、バチルが引き抜かれちゃったまあいいか、まあいいや、油断してました。よし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 、これで、ロコウに援軍が出てるかどうかですね。こちらをご覧ください。効果からは出ていない、剣業からも出てないですね。じゃあこのまま攻めちゃいましょう。なんか合皮が包囲線量になってるな。じゃあこのまま攻めちゃいましょう。心得申した。あ、これ切られちゃうかな。何用か。こっちから回って任せよ。うん、これでいきますか。で、陳島はこっちの陣壊しましょう。かしこまった。よし、これで、で、こいつら趙雲は多分取って帰る、取って帰ると信じています。陣作ってやがる、バカめ。速攻で来るべきだろう。こっちは帰ってねえか。帰って、おう、北海に来てますね。なんかうざいな。帰りましょう。これはな、取って帰るでしょ。一応訓練しとこうかな一応訓練をして、成功へ。かしこまりました。訓練して内政だけやっておきますか。心得た。よし、いいかな。じゃあ行ってみましょう。さあ走って走って、あ、準受けね、準受けね。忠誠91、よし、十分。これはいただきましょう。よし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 。準受け取れたのはまあまあでかいかな。戦える人数が少ないんだよね今うち。なんだ、準受けか。それは無理だな、それは無理だよ。欲しいもんもねえしな。無理、帰れでいい。うん、これで賞金が上陸したっぽいですね。各所より報告です。賞金が上陸したんで、これはまあ普通に馬長たち撃退しましょう。一旦訓練して、一旦訓練して、分かったわ。で、問題はこいつらめちゃくちゃ来たな。しかし安保、ここまで来るか。これ下手に荒涼から舞台出すと剣業から来そうで怖いですよね。可否も来ちゃってるんで。お、これまっすぐ向かってきてるんだ。建設園、こっちか。まとって帰ってください。お、パパ炎症が来てるな。パパ炎症白馬に来てる。あ、じゃあこれぶったたいてやりますか。信玄と毛利元就、信玄毛利元就で、まあ、8000ずつぐらいでいいでしょう。できれば上陸ポイントを抑えたいんですけどね。出陣するぞ。
よし、じゃあこれでいきましょう。平坦こんなにわらわらいると平坦切れないかな。引きつけるしかないですね。超運は帰ってくれてるはず。よし、帰ってる。じゃあこれでいきましょう。さあ早く6を落としたいよ。よし、どうやら援軍は来てなさそうですね。そしたら配置についちゃいますか。ご報告いたします。ここに名声持ち入れて、陳慶でいいかな。陳慶、陳慶、陳慶をここに入れて、一切承知。思いっきり来てんな。これはどうしようかな。これはどうするか。無理やり攻めたら間違いだったか。とりあえずこっちから、3部隊出して、バウン力、まあ、8000オールぐらい出して、まず孫悠を撃退する。腕が鳴る。できたらね、このままこの軍でこっちの援軍に行きたいですけど、これ平坦切りきついよな。まともにやり合えないですしね。まあ、怖いのは牛金、牛金8000、巨著9000、コーラン11000、チンブ12000。この辺はちょっと怖いかなと。これなんとかしないといけないですね。宝徳の勝者、難しい。これは難しいな。もう一部隊勝敗から持っていくか。もう一部隊持っていきましょう。ウキン、ウキンで、持ってきますか。出陣だ。ここは、馬長はちょっと、行かない。行かないで、馬長は移動しましょう。呪春に馬長。急ごう。これで行きますよ。こっちは早く落として援軍に行きたいので、セットポジションについちゃいましたか。ここ心得申した。剣心がここ、心得申した。張飛がまあこの辺、この辺で、よっしゃ。関が取って、何用か。で間に合うかなこれ。任せよ。よし、援軍は、3万1000出てますね。これは来る前にやる。よし、じゃあこれでいきましょう。さあこれでどうなるかな。とりあえずセットポジションについてほしい。とっととついてほしい。なんやねん、なんやねんそれ。このターンで陳頭がつけるか。次のターンになっちゃいますね。めっちゃ出てる。前走帝府ロシク、ご報告いたします。前走帝府ロシク、まあ物体的には大したことないんで、来る前に落としちゃうが多分正解でしょう。ここを陳頭入れといきますか。あ、ここじゃない、ここじゃなくて、ここに陳頭を入れて、かしこまった。陳頭入れて、馬長は入れるはず。来てるよな、さすがに。さすがに来るよね。もう一旦引きつけます。もう一旦引きつける。なんか長運が怖え。あ、入ってるか。普通に
付近も間に合うでしょう。こっちは大丈夫？大丈夫？あ、大丈夫ですね。呼んだ？こっちから殴る。じゃあ、攻撃。はい。賞金は返ってますね。で、上は平坦切った。よし。じゃあまあボコって帰りましょう。ご命令を。任せてください。OK。呪春が守りきれれば、守りきれれば勝ち。何用か。この辺で。心得た。さあ行きましょう。トポジションにはつける。問題はこっちかな。いや意外に早いな。あ、ジム系ね。使えてよ。はい、ジム系ゲットです。お、リュービー魅力100。さあ出ますか。とりあえずもう前から前から倒していくしかないんで、宝徳の勝者がやばい。宝徳の勝者がやばいんで、馬長太子寺雨季、この3人か。馬長太子寺雨季で、本戦、雨季、足止めは持っていこう。この3人兵数最大。最大で、宝徳狙いの、敵接近時攻撃、これでいきましょう。よし、龍金がこいつ多分猪突なんで、あ違う、これコーランか。コーラン、ああ千段落ちないでしょう。ここはもう頑張るしかない。こっちはもう、このままこっちの援軍に行きます。任せて。よし、これ でこっちはとっとと落としちゃいましょう。何用か。これで心得申した。進軍も行く。わかり申した。長飛も、行く。よっしゃ。関羽も行っちゃいましょう。どうした。これは来る前に落とせるかな。まあまあまあ、六甲は落ちるでしょう。落ちた足でこっちに行けるかどうか、ちょっとこの援軍たちが うざいですけどね。さあじゃあこれで行ってみましょう。あー、もう一個砲援出しておきたいな。砲援誰かいないか。ナイス格わい。砲炎の3000出して、噴水不当不屈混乱不要。これで格合い、格合い頼んだ。ここは足止めしててくれ。腕が鳴る。よし、じゃあこれでいきました。あー、ちょっと待って、なんかいい点あるかな。もうやれるだけやるしかないですね。高乱隊かけ、長領隊、長領隊、長領隊、長領はここにはいない。どっか出てやがんな。あ、これか。あ、これはマーク取ったら帰るかな。あ、帰りますね。よし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 、じゃあいいや。じゃあこれでいきましょう。さあとりあえず全撃破して、宝徳、あー宝徳向こう行っちゃうのか。あ、リス捕まえましたね。捕まえたけどこれはなかなか、あー馬長が攻撃できてないですね。宝徳隊は詰まってる。こちらをご覧ください。詰まってるんでこれはなんとかなるだろう。
馬長がこう動きますか。承知。うん、開始時と雨金で殴ればなんとか落とせるんじゃないかと思うんで、でお前ら早く行ってくれ。さあこっちは取り付けましたね。じゃあもう全力アタック、俺も全力アタック頼んだ。心得ました。一ターンで落としてくれたら嬉しい。あとは大丈夫かな。こっちは落としきったんで帰りましょう。分かった。よし、これで行ってみますか。なんか提案欲しいな。宴会ここで宴会かよ。お喜びください。宴会忠誠も上げて、ありがとうございます。よし、じゃあこれでいきましょう。もう数に物言わせやがって。惜しいよ。格闘格闘へ不当不屈、不当不屈。よし、ベンシじゃねえな。うん、ロコはいい。サホウトクが大丈夫たる者の志を。いいよ、読めないけどもナイス。オッケー。ロコは落ちて、まあこのターンじゃ落ちないかな。よし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 。先方ちょっと太子寺とか馬長に変えとけやがったっすね。ってか火つけやがった。各所より報告です。バウン力が入れそうなんで城は大丈夫でしょう。火つけやがったな。消化提案。雨金対消化で、鎮部混乱、これやっておきましょう。ありがたいことだ。これはもう全力でいくしかない。いや、太子寺は回りましょう。こう回って巨長ですね。馬長は多分動かせないと思うんで、このまま行くしかない。バウン力は上のこいつらをやってくれ。任せて。よし、これで行きますか。で、顔料白馬に来てる。じゃあ上陸ポイント押さえちゃいますか。これで大丈夫でしょう。任せてもらおう。何でしょうか。よし、心得ました。これでいきますか。こっちは次のターンに落ちるんで大丈夫でしょう。さあこっちだ、行きましょう。さあ分身を打って賞金は吹っ飛ばしましょう。勝負だ。次はね、しかし城高は落ちる。使者が到着しました。なんやねん。お、順位区立の変換ですか。それダメですね。よし、問題は上が見たい。ここっすね。馬長が燃えちゃってんだよな。まあまあ宝徳は落ちるでしょう。 OK、 宝徳倒した。これでなんとかなるんじゃないかな。よし、ロコ陥落です。ロコは落としたが、誰がいるんだ。ああ、賞金は投与できそうですね。あとは難しいかな。うざったいんで、両毛は切ります。両毛、定法は切りましょう。両毛、定法は残念。さらば。ここまでと。よし。また中石が落ちましたね、ここは。じゃあ、まあ、あとは適当に。賞金取れたらいいな。
あ、全員でこれ。はい。さあ、強調落としてくれ。一騎打ちが怖いですけどね。よし、新戦艦。ナイス。よし、これはなんとかなるだろう。これはなんとかなりそう。こちらをご覧ください。ロコに逸材ありね。はいはい。武器がちょっともうこれはきついんで、太子寺が、あ、混乱してんのか。でも炎光が邪魔っすね。炎光をやり抜きましょう。やるとしよう。で、馬運力と、馬球でなんとかコーランを殴っていただきたい。はい、よし、これで、いや、これでいきましょう。で、下のこいつらはピヨってるんで、殲滅しながら、殲滅しましょうか。あー、めっちゃ来てんな、しかし。雑体な、本当に。じゃあ、ここは、剣心に、奉仕の5000ぐらいで、奉仕の5000ぐらいでこいつらを殲滅しましょう。とりあえず、テーフがうざいな。テーフだな。よし、これで。みんな行くぞ。これでいいかな。こっちは上陸ポイント抑えたかな。上陸されとるやんけ。なぜか、あ、混乱してんな。よしよし、じゃあこのまま行きましょう。なんだ、攻撃の、地獄の任せてもらおう。で、ただいま。森も隣は待機で。心得ました。よし、うん、これいいかな。さあ、ここだ。もう出す兵もないですしね。あとはまあ決済頼みかな。家計はないっすだよ。家計はないっすだよ。高村違う。高乱隊も違う。ちょっともうちょっとマシな提案してほしいな。礼を申す。となんか来てますね、決済が。ああ、ワイナンね。よし。ワイナン制覇。うん。要州。よし。さ、じゃあサクッといっちゃいますか。コーラン、うん。いいダメージ、いいダメージ入ってるよ。オッケーオッケー。ああ、まあ、ウキンはしょうがない。いやー、捕まるか。それはいかん。ちょっと巨長がうぜえ動きしてんな。うん、守れるはず、守れるはず。こちらをご覧ください。そしたら、この2人は、この2人は巨長狙いの、敵接近時攻撃の攻撃に行きましょう。で、この2人が、装備狙いの敵接近時攻撃、はい、これでいきますか。そしてこっちは、あ、テーフ逃げてやがる。あ、そっか、テーフは対戦持ちか。じゃあ、まあ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 、こいつをぶん殴りますか。心得申した。で、あ、こっちは帰ってますね。よかったよかった、よかった、帰ってくれた。そしたら、じゃあもうこれは全軍で倒しに行く。関羽が奉仕の5000で露宿に行きましょう。天下に義を示さん。で、孫悠に張飛がアタックに行くと。よし、よし、これでまあロコは大丈夫ですね。
で、チントをどっか入れときますか。とりあえず、ロコにチント入れておきましょう。チント。OK。心得申した。さて。こっちは大丈夫そう。前も変わらずですね。なんかいい提案欲しいな、本当に。かけ、あ、巨鳥対、いや、巨鳥か。巨鳥動いてんだよな。あんまないっすね。おお、これは。よし、じゃあこれでいきましょう。巨鳥に張り付かれても大丈夫だと思うんで。お、孫悠捕まえましたね。これは身の代金かな、孫悠は。よし、ジョヘも捕まえた。うん、孫悠は身の代金ですね。よし、勇気撃破。お、勇気も捕まえた。ナイス。思考欄もゲット。うん、これは守りきれたでしょう。さすがに巨鳥も平坦切ってるし。こちらをご覧ください。よし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 、これはさすがに守りきれたはず。じゃあ全力装備アタックしてやるわよ。太子寺はまあこれでいいかな。で、下が、落とせるでしょう。じゃあダブル軍神でロシク殴りますか。一切承知。いいかな。承知。OK。で、こっちはまだ型がついてない。あー、なんかさ、3番出てますね。まあ、いいか。よし、じゃあこれで勝たしちゃいましょう。まず分身打って。勝負だ。ケイダメージ。こっち。よし、ソヒー撃破。捕まえた。身の代金かな、ソヒも。よし、巨鳥持ちましたね。よし、防衛完了。いやー、なんとか守れたな。太子寺とか馬鳥通れてたのが大きいですね。これいなかったら絶対守れてないですね。よし、こちらをご覧ください。じゃあ、ここは撤収させて、まあ一旦全部ここに入れましょう。任せろ。うん、こっちも型がついたんで、帰りますか。入る。剣心は、ここ取って帰る。一切承知。そして、陳慶を向こうに持っていっておきましょう。露光に陳慶。では向かうとしよう。OK、であそこ取っときますか。龍さんが奉仕でここ取って帰る。戦だな。よし、でバウン力はここ取って帰りましょう。始めるわ。 OK、 で上はパパ炎症がまた来てる。パパ炎症が来てる。じゃあまあまた料理ポイント抑え、あ、来てるよなこれ。あ、陳龍に行ってますね。よし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 、ならよし、任せてもらおう。 OK かな。よし、ということで、無事、露光を攻め落とすことができ、さらに、曹操軍の猛攻を呪春で食い止めることができました。いやー、なかなか呪春の防衛戦は熱かったですね。はい、ということで、次回は、そうですね、
とりあえず6を取れたんで、できたら、もう次の日は陳竜ですね。陳竜を落として、巨匠に向かっていきたいと思います。ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。